おっさんがキャーキャー言いながらオーバル走ってるっていう。はい、こんにちは、ピカですかね。グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、1000馬力オーバーの車をね、このデイトナに持ってきて最高速トライをやってみたいと思います。というのもね、なんでデイトナかっていうと、先日からね、ナスカードライバーである古賀選手とね、なんか最近いろいろ会ってて、ナスカーすげえなーっていうことで、ナスカーのね、ちょっと紹介もしていきたいという、何がすごいのかっていうね。なんかね、古賀さん面白いこと言ってたよ。ちょっと面白いこと言ってたところのビデオね、撮ったんで、まあ、そこだけちょっとご覧ください。ナスカーのティラントーってあれですか、あの、左足と右足使い方違うんですか？あの、左足ブレーキなんで、はい、クラッチとブレーキでヒーラントみたいな使い方をしたりしますね。おかしいよ。おかしい。マジですか？マジで。ってことは、左足でブレーキを踏みながらクラッチも踏む。でクラッチなんか変な、なんかこう、なんか重いですよね。重い。クラッチは重いし、はいはい、もうだから1インチだから、まあ、1.6 センチないぐらいだから、ストロークがすっごい短いんで、まあ動くんですけど、はい、ポイントとしてはすごい当たるところはすっごい少ないから、でパワーがあるんで、失敗しちゃうともう終わっちゃうから900馬力。そうで、特に僕たちのシリーズもキャブなんで、はいはい、キャブだからいきなりバーンとつながっちゃうんですよ。だからインジェクターよりもキャブの方がやっぱその辺はすっごい丁寧にやらないと。そういうことか、うん、ああそうかそうか、制御がないから、そうもうだからもう本当にアクセルの量でエンジン回転が決まっちゃうから、そう正確にアクセルコントロールしながら繋いでいかなきゃいけないっていう。それを真ん中にシャフトがあるんですか？で、ステーリングシャフトがもう股の間通ってるんで、うん、そもそもできない。できないです。でも完全に左足ブレーキ、完全に左足ブレーキ。だからカートってことですよね。そう。カートの左側にクラッチがついてる。そう。なるほど。変わってますよね。変わってます。アンダーの時に。スピード上げてコーナーに入るっていうのも、そうだからまあタイト、あそうですね、だから、はい、アンダーがタイト、はい、オーバーがルースって言うんだけど、はいはい、例えばじゃあ僕がチームに、はい、まあコーナーエントリー、はい、エントリーがタイトなんだけど、まあ、うん、アンダーなんだけど、うん、まあとりあえずスピード上げて進入してくれるっていう普通逆ですよね。そう、普通逆ですよね。まずはそれ試す。それどういうことなんですか？そうするとまあオーバルなんで、左は右の後ろのスプリングがホイールバインって言うんですけど、はいはい、ホイールがこう縮んでセットした時に車的には曲がれるのかっていう、はい、でそこでいろんなアブソーバーの、まあはい、ラッチ、ポイント変えたりとか、はい、っていう。分かんないですね。ちょっとそれを今ちょっと後で返してSIMで再現してみようと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。この中でね、2種類面白いこと言ってるんだよね。車がだからアンダーになった時にスピードが遅いからアンダーになるとか、わけのわかんないねことを言ってて、それちょっとどうなのかっていうのも再現してみたいし、もう一個ね、左足でヒール&トーみたいなね、そんな話をしてたじゃん。それもちょっとね、実践しながら最高速やってみたいなって。だってさ、左足でブレーキ踏みながらアクセル、ここにパイプが入ってるって言ってたね。ここにパイプが入ってるからこうできないんだよ。これがここパイプが邪魔でこういけないよから、こっちでやるって言ってたよね。俺結構長く車好きだけど、この話初めて聞いてさ、いやこれはちょっと動画化したいなと思って。こういうこと、どうやって、みんなやってみて、自社でやらないでね、危ないから。こういうことか、こういうことか、こうやってピッとするって言ってたよね。これもちょっといろいろねやりながら、はい、最高速やっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、やっていくのはこの車ですね。1216馬力、かっこいいね。まずちょっとノーマルでさ、どんな感じなのかっていうのを走ってみたいと思います。あとは馬力順に並べ替えられる、馬力順に並べ替えるとこんな感じですね。馬力順リストだと出るんだっけ、馬力が、馬力、あ、馬力出ますね。ちょっと見える？シロンが1500馬力。フェラーリの、こう、ちょっと、架空の車やめよう。3番目がマーベリックということになるので。で、シルビアのこれワイドカー。これ、あれだね、エンジンチューンしたやつだね。なんで、このマーベリックフルチューンしたらどうなるのかっていうことだよね。多分、だからシロンか、マーベリック。
この2台だね。ちょっとやってみようか。まずはシロンはフルチューンされていると思うので、チューニングするとどうなるかの前に一旦ノーマルでやってみよう。ちょっとノーマルどうなるか。古賀選手すごくね。ねえ、なんかすごいよ、いろいろ話聞いてると。ラーメン食わないって言ってたもんね。ラーメン食わないって言ってたよすごいよね。で、なんかナスカーで戦うってすごいって、すごいことだよ。なんか変なこと言ってたよ。めっちゃ面白い。なんかね、なんか関節がブッシュですみたいな関節がブッシュですよくわかんなくね。よくわかんないんだけど、俺も言ってることがね、ちょっと、いや天然じゃなくて論理的なんだけど、すごくね、論理的な人、めちゃくちゃ論理的な人なんだけど、もう論理的すぎて言ってることがわかんないっていう、そんな感じの 人だね。めっちゃ面白いよ。さあやっていこう。おお、さあやっていくぞ。どうやって、5じゃん、3じゃん、5じゃない、3じゃん、3で、すげえな、俺これでヒールトーすんじゃん。こうやってブレーキかけながら、こういうことめっちゃ難しい嘘でしょ。3から2の、おお、できる俺できるじゃん、意外と。いや、これでも実車でこのスピードからやりたくないよ。あ、できるわ、慣れだなこれは。おお、できるできる。皆さんもご一緒に、皆さんもご一緒に。どういうこと。はい、あの必ずね、あの家庭のありますよね、皆さん今ね、茶の間に1台こうハンコンありますよね、当然ありますよね。なのでちょっと今皆さん一緒にちょっとやってみましょうよ。ブレーキ踏みながら2、ブレーキ踏みながら失敗1。あ、できるできる。よし、じゃあ早速最高速やっていこう。すげえロングだよ、3でだって200馬力。ノーマル、ノーマルだよ。どっち側で最高速出るんだろう。デートなって向こう側だよな、向こう上面だよな。さあ4速で300キロオーバー。え、これ何キロで入れるの。あ、だから必ずね、ブレーキをナスカーは左足で踏むって言ってたね。だってここに真ん中に棒があるから無理なんだっておっしゃっておりましたよ。まあ、だから棒があるつもりでね、ここ、このストレート。さあ何キロ出るか。330。あ、そんな出ないな。300。うまだいける。ちょっと待って、ちょっと待って、慣れてない慣れてない。なんかこのオーバル走るっていう、ああ昔で俺、まあ、ちょっといろんなことやってて、をやこれいいか、これETC やってて、もう行っちゃってるからいいか、やってて、こう筑波のね実験コースがあったんだよ。そこでね、お昼休みにバンクを全開で走行したっていう、ね、経験があって、その時から、まあ、峠とかを結構ね、なんかこう流して走るの好きだったって、結構走ってはいたんだよね、サーキットとか。でもなんかオーバル走った瞬間に、なんか、え、これなんか全く別の352、全く別のものっていうね、感覚あって、このオーバルの難しさってね、あんまりこう日本人の人理解してないけど、アメリカなんかではこう子供もね、まずオーバルから始めるっていう、ちっちゃいオーバルがね、いろんなところにあるんですよ、地方にね。
街に一つはオーバルあるみたいなね、ダートオーバルがあったりとかそういうのがあって、オーバルをね親しんでるっていうかね、アメリカ人の人は。だからこういうナスカーとかね、でこう見えるじゃん、こう一周がただ丸々、そういう意味でよしこれいい立ち上がり、いいらしいよ。さあ行け、さあ行け、552。55ギリギリ、うわいい感じになってきた。これいいぞ、なかなかハンドリングいいぞこれ。わあちょっとここぶつかってしまう、ぶつかってしまうが、ミニ四駆バスに なりがちだけど、おっさんがキャーキャー言いながらオーバル走ってるっていう。こんな感じかだから常にこうなんかね、スリップアングルがどのもの言ってたらよう知らんけど、よう知らんけど、いいぞいいぞいいぞ、これいいぞこれいいぞこれいいぞ、立ち上がり、64。そうそう、常にこういう感じらしいよ、今みたいなスリップアングルで。常になんかね、うまさって何なのって聞いたらそういうことらしいよ。右のリアに荷重をかけてどうのこうのみたいな、外側のリアタイヤに荷重をかけてその回っていく姿勢を作るみたいな、どういうことなんだろう、こういうことなのかな、こういうことなのかもしれない。ちょっと分かってきた、古賀選手の言ってることが。うわーいけない、ちょっと分かってきた。さあ何キロ出る、362だね。まあもっと大きいオーバルでやれっていう話はあるんだけど、まあね、最高速テストするコースをグランツーリスもあるんだけどね、ちょっと面白くないじゃん、やっぱ実際のあるところでやらないといけないっていうね。はい、そんな感じで362キロですね、ノーマルだと。じゃあちょっとこれをフルチューンしてベイロンとね比べてみたいと思います。さあ来たぞ、チューニングショップ。わあ、意外といろんなものが設定ないな、いろんなものが設定ない、いろんなものが設定ないんだけど、え、これもうこれ以上、あった、高回転型ターボチャージャーはつけられますね。はい、そしてレーシングマフラーもつけられる。アルティメットがどうなのか、アルティメットないんだ、じゃあもうしょうがないんだ。レーシングマフラーを購入、これで1239。え、サスペンションとかやる、サスペンション一応入れとこうか。でもノーマルのサスすげえいいんだけど、まあ、一応レーシングタイヤにも変えよう。ちょっと違う趣旨になってきてる、だんだん違う趣旨になってきている。フルカスタムコンピューター、え、ちょっと待って、フルカスタムコンピューターすると馬力落ちるよこれ、なんで、あ、トルクが上がるのか、まあ、一応入れよう。ターボチャージャー、あー、これでいいじゃん、これだって140028馬力、うん、フルカスタム LSD のこれや、マニュアルトランスミッション、ボディ剛性アップ、この辺をやって、おいいじゃんいいじゃんいいじゃん、よし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 、誰かのパクリのパクリ、誰かのパクリのパクリ、まあいいや、この話これいいや、ムツゴロウさん、ムツゴロウさんこれやって、まあいいや、なんでもない。はい、じゃあ行くぞ。さあデイトナで、いや、これ何キロ出んだろう、ちょっとセットするぞ、これでセッティングします。これフルカスタムコンピューターが、あ、ターボチャージャー入れた場合はフルカスタムコンピューター入ってた方が馬力が上なんだ。よし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 、これでいいわ、あと何にも入れられない。ギア比を一回後で調整するとして、これでね、とりあえず乗ってみよう。音変わった、あ、乗りやすい、こっちの方は。
通のクロスミッションになった。マスカーはなんかシフトは ほぼ固定みたいだよね。でもね、本当に難しいみたい。常に滑ってるらしいよ。うぃー、怖え怖えよ。よく走るわこんなとこ。本当にこっから速い速い。え、360超えて370。80キロで入っていくコーナー、おかしいだろこれ。あ、踏んでいける、めちゃくちゃ踏める。あ、こういうこと、ナスカーってこういうこと、知らんけどな知らんけどな。怖え、めっちゃ怖え。なんか別の行為だよなこれ。高速全開380キロで5キロで入っていく。こっから組み足して、ここが難しいな、出口が。さあ行け。あー、これ吹き切っちゃう。391。うわー、350キロで回ってる。これでだって、あら、あー、この出口がめちゃくちゃ難しい。ちょプロにやらせたい。うち来てやってくんねえかな。ドライブ X 売ってっからな、ちょっとこの筐体には乗ってもらえないかもしれない。いけ。いろ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 あんのかな、わかんない。俺どうでもいいけど、いけ。あの、このぐらい、どうだどうだ。本物のナスカードライバーの運転見たくない。394。甘い、俺うまいな。うわー、ここの、ここがちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。出口がめっちゃ危ねえ、出口がめっちゃ危ねえ。ほら、あー、どっち、どっち、どういうこと、どういうこと、これ今どういう状態、俺どうなってこわっ。394キロということで、やべえ、めっちゃ楽しいんだけどこれ、ゲームだから。いや、これやばいよねこれ。普通にぶつかるらしいよ。普通にもうぶつかるの当たり前、当たり前って言っちゃいけないけど、よくやるよね本当に。そう、ナスカードライバーアメリカだと、だからもう F1 以上の人気だからね。 F1 ドライバー以上ってことでしょ。すごいよね、そこに日本人がさ いて。なんかね、もうおじさんなんだよって。もうなんか40代で、まあ、俺は50代だけど40代でおじさんなんだって。まあその世界に行くと、で十何歳と戦ってるわけだから、なんかお父さんが自分より若いんだって。そんな中で戦うってすごくね、すごいよね本当に。ようやるわと思いますわ。はい、ということで、ナスカーにベイロンがね来たらどうなるか。ベイロンがナスカーに来てるわけじゃない。さあ、航空力学の、もう350ぐらい超えるともう航空力学だからね。もう流体力学の世界ですよ。力学で走ってないですよ、あれ。力学でも走ってるけど。あ、いや、もうなんか普通に、あ、いや、空力やばい、めちゃくちゃ安定してるけど遅いな。ちょっとギア比が合ってない感じがするけど、うわー、こっからの伸びが半端ない。
300。あーでもそんな出ないな。ちょっとアンダーだ。アンダーな時はスピード進入スピード上げろって意味わかんねえ。どういう理屈？自動車工学に説明してほしい先生に、教授に。オーバル、オーバル走行における、オーバル走行における。ちょっと待って、これちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、難しい。ちょっと待って、マジでちょっと気合い入れないと、気合いっていうかハンドリングに慣れないと。このぐらいのパワーバンドのところで、6速のこのパワーバンドのところ、ちょっと流れていても、タイトだ、こんな感じ。おお、いいね、いいね、いいね。アクセルオフか、このぐらいになると。まずパドルでやってしまった。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってパドルで、すいません、これ無理です。ちょっとそこまで手が伸びないハンドルに集中したい。あー、ちょっと無理。ちょっと待てよ。いける。この難しさよ。つまり、知らんけどな。いや、オーバルなんて走る機会なくね、日本人。おー、どうやって練習したか分かんないよね。どうやって練習したんだろう。アイレーシングかな。アイレーシングやってたって言ったな。なんかアイレーシングのモデルが、分かんない。この話言っていいかどうか分かんないから。あー、これダメ。いや、難しい。お、このぐらいでももう伸びてっちゃうんです。380まで出る。400キロ出したい。どうしてもデイトナで400キロ出すのが夢。さあ、ちょっとセッティングしたいな。これだからさ、もうちょっとウィングを、あ、こっちの方がスピード出た今。388、このぐらいのアングルで、スリップアングルで、リアのアングル、ここがさ、もうちょっとちゃんとバンクの出口を作れよなっていうね。さあ行け。わあ、なんかこっちの方出ない。387。こっちの方が踏んでいけるってこと？なんでか知らんけど。こっちの方が出るじゃん。なんでどういうこと？どういう現象？デイトナなんかこっちのストレートよりも向こうのストレートの方が出るんだけど。え、俺が下手くそなんだっけ。行け、これ行くぞ。同じだな。あー、難しい。難しい。ちょっと柔らかい足が。いいぞ。391まで来た。ダメだ、落ちちゃった。うわ、難しい。
極度に難しい。タイヤ変えてみるか。あー疲れ。あ待って待って、あったー、待って。難しい。ちょっと待てよ、400キロどうしても出したいな。ダウンフォースかな。ちょっとダウンフォース変えてみるか。スポーツハードだからか。これを、あ持ってない、ちょっと待って。これ多分スリックに変えただけでも出るな。これだけでも多分出る。でセットアップでダウンフォースを減らす。減らせないのか。え下級機、あ待って、ベイロンチューニングできる。ちょベイロン超高回転型ターボがつく。ちょっと待って、すげえじゃん。待ってタイヤはいいじゃん。この辺もいいじゃん。フルカスタムコンピューター、まだチューニングしてなかった。高回転型ターボ、はいはい、フルカスタム ADSD、フルカスタムミッション、お軽量化もできる。ちょっと待った、軽量化していかないとダメだ。軽量化、お1、軽量化、2、軽量化、3、はい軽量化、合成アップ軽量化じゃない、はい、マフラーはレーシングマフラーがつくってことか。レーシングマフラー、はい、そしてレーシングインタークーラーがつきの、おおすごい、カーボンブレーキつくのか。これカーボンブレーキつけよう。間にはない。カーボンブレーキ、カーボンブレーキシステム OK。 これブレーキパッドもセットなのかな。そこが分かんねえんだよな。カーボンブレーキだとカーボンブレーキ用のブレーキパッドが必要なんだよね。アルティメット、見て超高回転型ターボきたー。これだ。どっちが、あ軽量化ステージ5もある。なんと1376キロ。カーボンプロペラシャフト何言ってんだ俺。これでアルティメットフルチューンだ。いやすげえじゃん、アルティメットフルチューン。ちょっとこれ流行らせよ。俺の中だけだなこれ。誰も言ってない。アルティメットフルチューンでやっていきたいと思います。何の話してんだ俺。いやこれいける。もうなんか公開って いきなりアルティメットでいい。行くぞ。見とけ。ちょっと待った。これダメだ。ギアヒがダメ。このギアヒありえない。500キロ。もう分かんない。離陸したるわ。もう離陸する。離陸440キロ。まあええか。これ何速 ?1,2,3,4,5,6 7速まであるんだ。 OK 440キロ、速っ。音が軽っ。もうナスカ関係なくなってくる。関係なくなってくる。6速、速っ。めっちゃ速い。やばい。7速入った。ちょっとこのファーテックのグランツーリスモで初めて7速入れたんだけど。さあ行くぞ、7速固定で。いけ、あーちょっと待った、いけ、400キロいったー。420キロ、400キロ、おー安定しております。すごい、あなんかガカンってなんかわかんない、フルバンプしてるこれ。バンプストップラバー400キロここでも出ちゃう。ここを400キロで駆け抜けて、おーまた400キロ出る。ここを300、何これ、このバンパーポンポコンって。
400? いや、これすごい出るぞ。430、440、448、あー、ぶつかった448キロ。あー、ちょっと待って、これは本当にナスカードライバーにやってもらうしかないな。古賀選手呼ぶしかない。これを乗りこなせるか大丈夫か、メーカーのしがらみとかいろいろ大丈夫か、大丈夫か、わかんないけど、知らんけどブランディングとか大丈夫か知らんけど、さあ行けなんかいろいろ考えたけど、ああ448が限界、ミニ四駆走りでも限界だ。450キロ出したい。なんとか450キロお願いします。立ち上がり重視でいこう。この辺からこういうことだよな、こういうことだよ、これ言ったろ。限界や、あと2キロが足りない。ちょっと待って、よし行け。よし行け、こっからこの立ち上がりならいけるやろ。行ってくれ。455キロ。やったぜ。455キロ。さあということで、いやーすげえわ。アルティメットチューニング、なんと455キロ。あ、もちろんね、直線のすごいところで出せばね、もっと出るんだろうけれども、やっぱりリアルサーキットデイトナとかある場所で出さないと、2000馬力近くするとデイトナで455キロ出るということが分かりました。はい、ということでまたね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっと左足ヒールアウト練習しとこうこれブレーキ間違えてクラッチするってこうやって踏んじゃうよね危ないんだよ。じゃあね、バイバイ。